チャオフリッチです。さあ本日は今回白い恋人パークにやってきました。イエーイ。こういうほら今馬車の中にいるんですけど、ちょっとわかるかな。これね馬車なんですよ。ちょっと遠くから見るとこんな感じですね。ハロウィーンになってまーす。これフリッチさんです。めっちゃ綺麗なんですよ。中を詳しく紹介していきたいと思います。めっちゃ可愛いですよね、猫ちゃん。でこれ北海道の空です。とってもいい天気です。で時計台があって、で犬がいるんですよ。ここに見えますか、ワンワン。ここですね、ほらワンワンがいますね。かわいい。すごい広いね。なんか広いですね。意外となんか広いんですよ、すごく。なので後で詳しく紹介していきたいと思います。モーター始まるんだね。入り口になるみたいですね、はい、こういう。あ、めっちゃ下も可愛いですね。なんかここだけ別世界ですね。なんかデンマークとかそんな感じ。あそこレストランかな、ね、うん、多分そうかも、ね、今ハロウィン仕様になってるみたいですね。あ、家があったり。いや、すごい可愛い。ここ住みたい。家がね、これ花とかもすごいかわいい。見えるかな、かぼちゃがくっついてますね。いいですね。オリジナルのやつみたいなね。です、うん、あ、カバがいる。噴水になってますね。ここはほら親子です。こちらエントランスですね。エントランス、エントランス。あ、カバの親子がいます。ここにかわいい、うん。久しぶりに穏やかな気持ちになれるところに来たような気がしますね。ここでも でかいですね。で検温所とチケット売り場が一緒になってました、ね、こんな感じですね。結構でかいですね。風が吹いてます。で時計ですね。どこ見ても絵になりますね。でベンチがあって、うん、ではチケットを買ってみたいと思います。ということで中に入ってきました。イエイ。チケットが2人で1200円でした。で1人で600円ですね。ファクトリーコースだったら。でこれカーリングのなんか昔のやつですね。スポーティンググッズですね。間違えます。グッズ、なんか写真のギャラリーのとこですね。ここはこれがカーリングで、これがテニスかな多分。うん、テニスで、これがラグビーっていう風になってますね。こっちがアートギャラリーって、ほら、モナリザがあって、え、なんか面白い電話がありますね。テレフォンって書いてありますね。これイギリスとかの電話わかんないけど、面白い顔みたいになって、うん。ジュさん持ってみて。電話ボックス、テレフォンボックスですね。こんな感じです。なんか喋ってますね。なんだって。こんな感じです。すごい、何か言ってる。それはぜひ自分の目で確かめてみて。 Let's call って書いてある。ほらここに、うん、すごい。でここ写真スポットになってますね。全部座ってみて。あ、なんか動いてる後ろが。かわいい。動くと動くんだ。あ、ピアノの音が変わってんじゃない。あ、跳ねてる。かわいい。こっちは。くるっとくるぞ。これが。ニックナックストアって書いてますね、これが。で白いこうミッドパーク、ここ座った方がいいかな、うん、あ、座るんじゃないかな、立つのかな、うん、これ白いこうミッドパークって書いてある。チョコレートカップショップって書いてありますね。すごいかわいい感じになってますね。でお花がこんな感じであって、ここがやってみて。ピノキオですね、これは。ピノキオさん、
かわいい。なんか嘘をつけた鼻が伸びる。うん、ひなきゃ。あ、めっちゃかわいい。かわいいですね。等身大ってか大きいんですよ、このピノキオさんは。めっちゃかわいいですねって感じですね。なんかこれはフォトショップでフォトコーナーになってますね。ということで今から朝昼ご飯を食べたいと思います。カフェレストランアントレボーみたいな。ここカレーが美味しくて、うん、でここを選びました。はい、では行きたいと思います。すごいね、地下です。転ばないようにしないとね。ドアが、木のドア。ぐっちゃぐった。こういう感じです。で、後で写真で貼っ付けたいと思います。今、ファクトリーに来てます。いっぱい白い小人がありますね。あそこに数書いてる人が見えるかな。6万枚って書いてある。下に通ってる、いっぱいおりんこつするのが。こういう風に作られてるんですね。わぁ、すごい。みんな一生懸命仕事してますね。作り方があった。カカオだったりとか。作り方だと思う。へぇー、やっぱり。なんかいい匂いする、ここはもう。うん。これカカオだ。すごいね、いい匂いがする、なんか。すごい。すごい。ほら、いっぱいあります。本日の清掃個数だって。見えるかな。あそこに書いてるんですけど、64,000枚ですね、約。で、バームクーヘンが34個。すごい、全部自動ですね、本当に。皆さんに食べられてる白いゴミとこうやって作られてる。かわいい、面白いね。うん、うわー、一個ずつ一個ずつ本当に包装されてるやつだ。ずっと見てられます。楽しい。これ今かね、多分わかんない、うん、すごいね。すごいね。
恋人が誕生したんです。最高のライブ、卵、小麦粉などの材料、クッキーの水を全体に焼き上げることで、サクサクとした食感の焼きたて熱々のライブチョコレートで、ホワイトチョコレートを挟みます。チョコレートはじわっと溶かされ、2つのライブチョコレートになります。ホワイトチョコレートのライブチョコレートは運命的な出会い。すごいですね。